ゲーム体験共有チャンネルゴピちゃんは、ご覧のサイトのリスナーの皆様の応援でお届けしております。私のですね、本動画は生放送の模様をお届けいたします。皆さんへの伝達不足で、苦渋を舐めさせてもらった。ちなみにこんな感じですね。カスタムクラスは、ためにちょっと頭を下げるというかですね、ご理解いただいて、大きな器のタックちゃんに怠慢をしていただいて、もしも万が一私が勝てたら、ちょっと引き分けと、ね、引き分けというふうに、はい、で仲間の我々の仲間はね、あの個々の能力では全然負けてなかったんですけども、ちょっと私だけがね、あのタックちゃんにこれからあの、ね、タックさんと、タックさんと呼ぶようにあの約束させてもらいましたんで、はい、そういうことで。そう、ご理解いただいたタックさん、ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、では行きます。ヌークタウンでの戦い、ハンデ戦をいただきました。彼はスナイパー、私は、今回 SMSC で戦っていこうかと思います。それではマッチ開始。ヌークタウンチームデスマッチ、絶対ゴンズンだ。シューさん、代わりにやってもいいよ。え、いいの？いや、嘘よし、ちょっと頑張る俺。本気で頑張るわ。じゃあ、たくみさん頑張って。たくみさん、もちろんガミはなすから。いや、ガミもさせてくれ。いや、極力専用にはするけど。よし。チームデスマッチ。チームデスマッチ。だが相手は一人。一対一の戦いだ。仲間のすべてを背負って。給料分働けよ、野郎ども。行くぜ。やつはどこだ。左、前、右、ない。やつも相当警戒しているのか。どこなんだ。ここは一つ揺さぶってみようか。グレネードだ。ベティだった。前も見たことあるやつ。俺はいる。あの辺にいるということか。あかん。せっかくのチャンスを棒に振ってしまったか。だがここからだ。やつ今あそこから来ることはおそらく想定しているだろう。ならばこちら、裏の裏を書いて、だったら表だねえか、バカ。あかん。やつめ、決して中央部には来ないようだな。クリア。あかーん。分かったぞ。貴様がそういう戦い方なのも分かった。ならば私も、私が採用人という証を。あかん。チラッと見られた。どうしよう。あかん。狙ってきた。やばいやばい。どうしよう。ずっとあそこにおる。ずっとあそこにおられる。どうしましょう。どうしましょう。ったらどうしましょう。どこだ。何？私の予測が外れただと。バカな。やつの戦闘能力はそれほど高いというのか。ボラッカー！あかん。4-0、まだだ。思い出せあの戦いを。そう、私は追い詰められていた。いつだって追い詰められてたじゃないか。つら？あかん！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 もうええわ。もうええわ。バカ野郎。
ラニノールさあ注入ならず。やつめ、これほどの戦闘力を秘めていたのに、なんだってあんなにチンコそぼそぼしぶってやがった。あの野郎、そこの野郎だが、一度私が頼んだ戦い、仕方ない。やっと一気に。よし、いい反応だ。なかなかビンビンじゃないか。リスはどっちだ？あちらか？クリア。クリア。どうやら奴の戦いでは一辺倒らしいね、うん。こちらかもしれない。いないということはおそらくあそこにいるんだろう。後ろか。あかん。おるな。あかん！当ててくるか。なるほど。ありがとうみんな。あかん！諦めない。最後まで諦めない。諦めない。やはり戦い隊は常に同じ。何？なんだと？少し戦い方を変えたのかやつは。どちらだ？あかん！あ、やだ！退却！すごい警戒能力だな。うわー、くそー！どう対処すればいいんだ？ちょっとわからなくなってきたけど、思い出せ今までの幾多の戦い。クリア。やつの体力も回復したか。そこが。ボンって言ったよ、なんか。いまいちちょっとわかんない。あかん！諦めない。絶対に諦めないぞ。俺は、ゼータ L.A. から少しも気持ちは変わっていない。あーくそ。まだ0対0だ。そう思うんだ。みんな、どんなに逆境に立たされていたって、いつだってスタート地点なんだ。オーユスが来る。やつは動かない。私はそう呼んでいる。装備を破壊された。あかん、抜かれる。この距離ではダメなのか。ちょっと待ってくれ。頼む、間に合って。オッケー。兵器を変えてみたぞ。これでどうだ。ならばここ。危ない。そうやつめはあそこから線を張って一歩も入れてくれない。なんて安心型保険。それがタックなのか。あかーん。11対2。いや、絶対に見てるんだよな。どうすりゃいいんだろうな。やっぱりこっから散らすしかねえのか。一度やつを陽動させ、あちらへ抜ける作戦だ。あかーん。
りのまだだ、たった10点差。やつがそういう作戦でも私は絶対に前に進んでいくぞ。ナイス、今のはやつの立ち回りの方が一歩上だった、それは認めよう。あくそー、ゼロ距離、ほぼゼロ距離。あかん、あ、大人残しダメ、出すだず、出せず。とつってきてるな、あいつ決めに来てんな。玉切れ、くそ、打ち抜け。こちらが劣勢だぞ。上がっていく、当たらんのか。リロード、なんて楽しいんだ。確かにこれはタイマン負けて挽回ることは許されんが、すげえ楽しいぜ。右クリア、やつは左方向か、それとも奥か、後ろだと。やつどっから行った、時間がない。よし、一瞬抜くいたぞ。リスはどっちだ、くそ、せめてもう一撃。ボラニドール、あと4秒、3、2、くそ、よし、勝った。今のは決算に響くな。素晴らしい。よくわかりました。私はまだまだ、やはり新兵。あー、怖かった。うまくなったら本当ありがとうございます。確かに、今回負けてしまいました。本当リスナーの、あー疲れた、ね、皆様のちょっと期待を本当に何も叶えられず、ゴリゴリ使ったわ、申し訳なかったと思うんですが、ごめんなさい。すごく楽しんでしまっちゃったよ俺。本当にありがとうございます。本当にありがとう、カズちゃん、レイラ殿、それからライ、それから、付き合っていただいたね、タックーちゃんの、仲間の皆さん、それからタックーさん今回は、この企画に乗っていただいたことを、感謝するとともに、予定になかったタイマンまでお付き合いいただき本当にありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。またいずれ私が腕を磨き、仲間の統率が取れるような状況の時に、いつかリベンジ受けていただけますでしょうか。はい、いつでも待ってますよ。ありがとうございます。皆さん、これがタックという男です。いい男でした、ありがとうございました。仲間にも敵にも拍手ということで、皆さんありがとうございます。ということで、今回初のね、試みで、キャスメスさんが、集めた兵で、新井君がありがとうございます、戦いということで、お届けいたしました。何のコメント返信もしないのに、あの、ね、皆さん、見ていただいたリスナーの方にまず本当に一番、お礼を、お礼を、はい、言っていただこうと思います。その時に、タックルを盛り上げていただいた企画、それから、私の仲間とタックルさんの仲間に本当にありがとうございますということで、今日ね、今日はこの企画終わりたいと思います。後ほど YouTube、私のいいところだけね、編集してアップしようかと思いますので、皆さんもしよかったら、ひながら4文字コピスケで検索検索ということで、どうもゲスなコピスケと最高の男、タックーさんの、チーム戦でした。ありがとうございました。ありがとうございました。タックーちゃん、ありがとう。ありがとうございました。ありがとう。お疲れ様です。ゲーム体験共有チャンネルコピちゃんは
ご覧のサイトのリスナーの皆様の応援でお届けいたしました。